サハーランドに唯一勝っている部分がこちら。瞬発力だけならハーランドより上だろ。技術的には古橋の方が上だよ。古橋はサッカーに必要な技術全てを持ち合わせてる。コンタクト以外。スペックは天と地だがハーランドと古橋はタイプ似てるからな。ただスコットランドから30近い日本人 FW を40億近い金額で取るかな。まあ持ち味の裏抜けや PA 内での動き直しなんかは相通じるもんがあるが、やっぱ懐の深さが違いすぎる。言ったところでハーランドの控えだろ。セルティックで王様やってる方がよくね。後半35分からのクローザーとかカラバオなんてつまんないだろ。もうセルティックでも王様じゃなくなった。実力ではなくロジャースの好き嫌いで。ハーランドの脇から斜めに裏抜けしてくる役割が求められるんじゃ。ああいう屈強な CF と同時に使わないとプレミアじゃ古橋は何の影響力も持てないんじゃないか。嗅覚が同程度だけどそれ以外全部負けてるでしょ。だとしてもハーランドの控えとしてはジャストフィットすぎるから引きで試合出れるなら実力以上の結果残せる可能性が高い。移籍したらハーランドの控えは確定だし、そしたら日本代表復帰は二度とないんじゃないか？